昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。ああ、もうめちゃめちゃ緊張してるんだけど、コメント欄叩かないでね、マジで。頼むから。とりあえず進行論。ああ、そんな、連の2人出た場合、釣り切りかな。あとはね、なんだろう、黒潮流はっきりと、やっぱりそこは外せない。あと一つ、なんだろう。やっぱりスライドはやめてほしいかな、絶対に。濁っちゃうからね。出方にもよるとは言わない、俺は絶対。スライドしたら絶対釣る。絶対人外と見る。よっしゃ。俺は白。とりあえず気楽にやっていく。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。5番さんがランダム資料です。アークお願いします。そうだね、まあ、1、2番面とかは自分騎士出てほしい人です。2、1でもグレーズ目の盤面は騎士出てほしいんで、盤面固まったらね、2番さんの位置で出てもらいたいと思ってます。霊能さんは、まあ、1周目で打ってもいいと思うけど、2番さんの位置で、一斉に出た方が、その方が人外が出にくいかなとは思いますね。そうだな。自分もちょっと緊張しちゃってるから、なんか、話すことが、なんかまとまらないけど、まあ、狼を見つけていきたいと思うんで、ぜひとも、村の皆さん協力お願いします。そうだね。あとは言うこと特にないんで、4番さんに回します。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。まあ、印象から触れていくと、2番さんに関しては、ヤクスラとかもダメなんかなっていうふうにちょっと思ったかな。うん。スライドは絶対釣りますって、それ、もし、例えば、霊能が占いで出て、霊スラした場合ってどういうふうに見るんかな。うん。2番さんってスライドが嫌いってだけで、ムラスラとかヤクスラとか言ってなかった、そこはちょっと気になったかな。そこに関して3番さんで気にならないのかなって思ったし、そのスライドが嫌いな理由が盤面濁るってことだから、3番さんの位置は2番さんの位置で一気に霊能出るって、3番さんで2番さんに優しくないなっていうふうにちょっと思ったかな。うん。はい、そんな感じですね。うん。持論としてはね、結構客観視点に立って物事を見ていく方が大切かなって思ってます。はい。いろんな人の立場に立って、そこの位置だったらどういうふうに見えるとか、そういうの重要かなって思ってますね。はい。現状ちょっと気になったのは2番さんのスライドがヤクスラなのかムラスラなのか、それ5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。使用特にございませんっていうところ、2番さん3番さんは率直に何に緊張してるのかがちょっとよく私には伝わってこなかったかなと思っています。で、2番さんに関しては、白ですからっていう、なんか別にそんな発言いらないんじゃねって正直思ってしまったぐらいだったから、ちょっと印象が悪いです。2周目頑張ってください、村なら。で、4番さんに関しては、その3番さんに対する指摘、すごく真っ当だなって私は思いましたっていうところ。ただ4番さん自身、客観視点でいう考察がしっかりできない場合っていうのは、私目線、あなたを、すごく黒く思っていくかもしれませんよっていうのは、4番さんに圧掛けしておきますっていうところ。現状3番さんが真なのか、どうなのか、今日なのかは、全然わからないので、占い師はね、盤面揃ってからしっかり精査していくことは思っていますってところ。うん。まあ、現状、2、4番ともに、じゃあ2周目位置ですかね。2、4に比べたら2の方が若干印象は悪かった。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、自分はちょっと占い師に触れていきます。ちょっと確率論出して申し訳ないんだけど、最初の発言、2番目の発言って2周目反論できないから、狼で占い師用で逃げるケースすごくあるんで、3番さん狼かなって最初思ってて、でしかも騎士も出そうとしたら、騎士出したらもう強靭神ってまずないんよね。で、しかも、絶対強靭神がないのがあるんで、結構騎士出したいのは3番さん狼目かなと現状思ってます。で、2、4のグレー精査なんだけど、4番さんが2叩く行為は、もう2を S 字位置として釣りたいのか、それとも、4番ってね、ヘイトを買うよね、2から。だから、その、釣り寄せるのが白いのかわかんないけど、俺4は、あっても強めかなと思ってる。どうだろう。ちょっとまだ2、4精査はつかないけど、俺は3番、狼で見てる。7番。
のプレイヤーが発言します。そうだな、村人陣営で仕様はないですね。はい。で、俺は気になったのは6番さんかな。騎士出したいから、3は、人狼目みたいなことを言ってるっけ。で、4が強目っていうのがめちゃくちゃなんか安直だなって率直に思ったかな。だから6番さんの頭の上に狼マークをつけましたかね。はい。で、2番さんそうですね、スライドやめてとか言って、なんかよっしゃ俺は白気楽にやってくって言ってる割には、緊張してる感がめちゃくちゃ伝わってきたかな。あ、ダックありがとうございますって感じがしたかな。2番さん結構黒目で見てるかな。4番さんが一番白くて、そのなんだっけ、ヤクスラもダメなのっていうところを結構叩いてっていうか、そういうの拾ってるってところは、やっぱ4番さん結構しっかり聞いてるなって感じで、4番さんを白く置いちゃっています、今のところはね。はい。まあ、5番さんについては4と2では2の方が印象悪いってところは一緒かな、僕と同じかなって思ってます。2周目頑張ります。8番のプレイヤーが発言します。はい。8番ピロリン2世村人陣営、特に仕様とございません。そうですね、3番さんが5番さんに白把握をいたしましたっていうところで、私もちょっと騎士出し進行があまり好きじゃないので、あそこで騎士出し進行する必要がこの盤面であるのかなっていうのはすごく感じました。ただだからって狼かどうかっていうのはまだわからないっていうところですかね。はい。で、2番さんのスライドに関してだけど、私もスラは嫌いですけど、例えば占い師から霊能さんとか騎士さんになるスラだったらまだいいかなと思うけど、村スラはめちゃめちゃ盤面濁るからやめてほしいなっていうのはすごくありますね。はい。っていうところですね。そこに突っ込んでたの多分4番さんだと思うんだけど、はい。なのでちゃんと突っ込めてた4番さんに関しては村なのかなってすごく思います。はい。あ、時間がなくなっちゃった。次が9番のプレイヤーが発言します。ざっくり声のせいさね。一応ね、俺は2、3がね偽かなと思ったんだけど、これで1が出てこなかったら3が死んだ。エアムラになっちゃうんだよね。で、声のトーンからは4号の方が白いなと思ってたんだけど、これの盤面で1が出てくるかどうかって大きく変わるんだよ。で、6番さんっていうのが4を似せて見ている理由っていうのが、まあまあ、なんとなくわかるね。SG1 で釣りをしてるのか、それともそれを叩いてるのが白いのか。で、3が、これ、1が出てこなかったらこれ、何？あの発言で真なんだよね。ってなると、精査が真逆になっちゃうから。そうね、わからんけどね、大きく変わる。盤面がちょっと固まってからじゃないと、2つ考えてることがあって真逆なんでちょっと困ります。はい。かな。あ、まあ、タクマ様はとりあえずプレイスタイル好きです。はい。行きます。1番のプレイヤーが発言します。お願いします。占い師です。4番さんにランダムシロです。レノさんは2番さんの発言の時に出てくるのかな。はい。現状3番さんが強かローかっていうのは正直分かってはいないんですけれども、3番さんをロー軸で考えた時に6番さんのローはないって思うかな。やっぱり6番さんって、3が1人しか出てない段階で3をローに確率論で置くっていう発言はなかなか3、6の相方だったらしないと思う。で、7がその6に対してで、釣り、まあ、なんだろう、怪しんでる視点っていうのは、まあ、36はないと思うけど37はもしかしたらあるのかもしれないって思ったし、で89に関しては、8番さんはまず、2の村すら嫌いっていうのに、まあ、同意したのかな。その上、ちょっと分かんないけど、4っていうのは村すらか役すらかの判断をって言っただけだから、その8の2番のプレイヤーが発言します。とりあえず4番さんに返答しておくと、村すらですね。まあ、役すらも考えていきます。例の OK、了解。6、7、8。ね。で、俺か。そうだな。まあ、1番さんの言っている通り、6で3は繋がらない。7、3は繋がる。でも、1、6だ、1番さんがロジックだった場合は、6で繋がると思っている。6番さんは占い精査、3番さんをローメに置くっていうのは分かる。理由は分かる。ただ深読みしすぎてるのかな、やっぱり。分
かんねえ。正直ね、俺も戦いすぎてあんまり色が見えてないんだよな。678で黒いっていう黒いっていう人があんまりいない。みんな考察の目から、ただ7番さんが6番さんに対して叩いたのは少しちょっと、俺は6番さん言ってることがわかるから、7番さんが6番さん叩いたのは少しちょっとこじつけのようにも聞こえたかなっていうところかな。で、俺を怪しむ視点か。だったら7番さんが黒いかなと思う。7番さんが黒軸だとしたら、1番さん言ったように7さんが繋がったと思ってる。以上。3番に白いかな。レイヤーが発言します。はい。6番さんは、別に占わなくても困らない人なのかなと思って、白っぽく見えたのね。そうだな。7番さんに至っては、なんかちょっとすり寄られたのかなって思ったし、8番さん、6番さんの便乗な感じで、そっか、6、9、あ、8、9か、8、9。なんか偽っぽく見てて、それで、なんだ、1で出なければ、3が死んでしょって言ったのは、1番さんに出ろよって言ってるようにも聞こえたかな。そうだな。難しい。まあ、2周目の発言聞かないとわかんないけど、そうだな、2番さんの発言がそんなに伸びてないんだけど、気になる位置的には、7番さんがすり寄りっぽく見えて、8、9番さんで、なんか、この後出ろよっていう感じで聞こえたから、7、8、9のどこかで行きたいかなと、自分は思いましたね。1番さんに至っては、ローの方が強いのかなって、まあ、8、9で相方いてとか、感じかなって思ってます。4番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。3に関しては把握漏れひどいなって思いましたね。9って霊能で出てますよ、そこ把握してますかって思いました。1が強靭だった場合って別に白っぽく見られてる4に白さす必要ないから、1が偽だった場合はローかなっていうふうに感じてますね。これ結構6って3の審査機って結構不当だったと思うけどな。騎士を出そうとしたから、それが偽っぽいってなんか無茶苦茶だなっていうふうには思ったけどね。だからそこに対しての7の精査って結構真っ当だったと思ってるし、8に関してはその位置で盤面整理しかしてないなって印象でしたね。はい。2はね、なんて言うんだろう、その結構迷ってる感はあったけど、最終的にそこまで黒っぽく見られてなかった7に対してヘイトを向けてるっていうのがちょっと狼っぽくはないなっていうふうに思ったから、2は釣り位置から外していいかなって現状思ってます。俺現状上げるのは6か8だと思ってますね。3が6に対してあっこまで発言して、なんて言うんだろう、狼っぽくないなって、占われても怖くないのかなみたいな発言で6を省いたっていうのがちょっと分かんなくて、6って結局1に関しても3、6はないなっていうふうに言ってるし、3も6は狼っぽくないって言ってるから、6ってどっちともつながるなって思ったけどな俺は。はい、そんな感じですね。6か8、はい、どちらかで上げときます。以上。5番のプレイヤーが発言します。そうだね、現状4番さんの優勢さっていうのはすごい真っ当なんだよね。私も8番さんっていうのが一瞬目すごい引っかかってて、2と4とかしかほぼほぼ触れてない状態で3番さんの岸出し進行に反対みたいな感じ。だから別に8番さん目線はじゃあ7番さん6番さんもうちょっとどう思ったのっていうところの考察も残してほしかったからねっていうところかな。ただ3が2に触れなさすぎるところも圧倒的に気になったっていうところはあったんだけど、それに関して4番さんは結局は2番さんのことは今日はツリーズじゃないんだっていうところになったんだねっていうところ。なるほどね。
ちょっと難しいな、やっぱり目線的に。占いがどっちで出ているのかっていうのも今のところ伝わらなかったし、確かに3番さんの9番さんまで含めたっていうところの把握漏れはかなりひどいと思ったから、それに対する4番さんが3番さんへの指摘点はすごいマットだと思ったなって感じかな。うん。8、6ね。6番さんがそんな3を確率論的に偽だと思いますよとか、初週からそんなこと言うかね、ローデとは思ってしまったかな。うん。いや、難しいね。俺結構8、2でいいかなって思ってるけどねっていうところで、言っとこうかな。そんな人に行きたくないっていう理由もあんまり、そこだけは私も納得がいくような精査ではなかったっていうところかな。うん、迷ってたっていうか色見せたくなかったんじゃないの、正直思ってしまった。はい、6番のプレイヤーが発言します。俺はもう確率論でも何でもいいからとりあえず殴るのね、占い師。殴ったら絶対ラインが見えてくると思ってて、もし3番さんが狼の時、絶対相方が俺を釣りをしてくると思った。で、釣りをしてきたの7番さんだけね。7番さんだけ俺を唯一釣りをしてきたから、37人狼が結構濃いと思ってて、その2番さんが37人狼を追った視線がすごくいいんで、俺2番さんの狼ないと思う。ただ、2番さんが狼だったとしては、したら、21もあるかなと思うんで、ちょっと1番さんの発言は注目して聞こうかなと思ってる。俺は現状37人狼4強で見てる。その視点なんだけど、4番さんがちょっと7を外したとこが、すごく強めなんじゃないかなと思う。ただ4番さんに関しては、すり寄られてるのを忘れちゃダメだよ。7番さんが4白くすることによって2って結構釣りやすくなるのよ。だよね。4番さんって現状、7番さんから白く 見られてるから7を釣りから外したんでしょ？だから4を白く言うことによって2って結構釣りやすくなる位置だから、7は4白置きして2と6を釣り位置に上げた。で、7番さんが6を釣りたい理由って、俺が3狼追ってるから37人狼だったら当然7番さんって6釣りたいよね。ただ3が強だったり真だったりしても7の狼は十分あって、俺が3を叩くことによって7番さんって3のすり寄りにもなるんで、7の陣外はかなり硬いと思う。自分7番さんや。7番のプレイヤーが発言します。だったらその 6番さん目線、そのすり寄りっていうのを注意しなくちゃいけないって思うんだったら、8番が6番にすり寄ったのはどう思っちゃったのかなとは思わなかったのかな。同様に1番も結構6番にすり寄ってる感じはしなかったのかなって思ったかな。6番さん目点、3番さんしか出てないのに3番さんしか叩かないって、それで1番が出てきても1番に対して触れない、1、2があるかな程度っていうのはどうかなとは思わないかな。僕は結構思ってる。はい。ただ僕は6番はローだとは正直今のところ思ってないかな。はい。6番がその3番に必要に叩いたってことじゃなくてね、37ローで追うって視点がまあまあ良かったかなとは思ったからね。はい。僕が釣りたいなと思ってるのは現時点では2番ですね。はい。2番さん目線っていうのが16とか37でしか追ってないっていうところでね、はい、そのなんだろう、ライン切りとかそういうことを全く考えてないなって2番さんについては率直に思いましたかね。はい。まあ、そんなところで僕は2番さんを釣りたいかなっていうふうに思っておりますかね。はい。4番強靭っていうのは結構低いかなっていうふうに思っておりますかね。はい。強靭じゃあどっちかっていうと8番の方が確率高いと思ってますけどね。はい。8番さんの方がなんかあんま狼を探す気がないような感じに捉えられちゃって、6番さんにすり寄ってる感じがしちゃったかなって率直に思いましたけど、はい。まあそんなところですね。はい。今日釣り位置2と上げてます。あ、占いについては1の方が新面に見てます。3、2ローローっていうのが結構濃いかなっていうふうに思ってます。3番さんの把握漏れっていうのはかなりひどい。これチャットを把握漏れってかなりひどいと思ってます。はい。今日2行きます。8番のプレイヤーが発言します。8番です。別に私6にすり寄ってるっていう風にしてるわけじゃなく、私もいつも岸田氏進行を占い師の時も一切しないのでっていうところですね。はい。この盤面で出てきて一番初めに噛まれてしまうのは占い師、騎士だから、騎士はできるだけ潜んでいってもらって釣り位置に上がるまで出てくるなっていうのが私のいつもの進行論ですよ。だから別に6にすり寄ってるっていう感はないと思うんですけど、だから私7も、私何でそういう風にみんなにヘイト巻くんだろうってめっちゃ思うんだよね。で別に2番さんそんなに
釣られるような要素ってありましたかねって思うんだけど、サイチに関してはまだちょっと精査できんが、相方さん囲ってる可能性もかなりあるかなってだけは思ってるんで、慎重に話もう少しもう一周聞きたいかな。でもここで釣りちゃあげなきゃなんないんだよね。あ、じゃあ私も7いきます。はい。9番のプレイヤーが発言します。まあ正直わからんけどね。まあ7番さんが村だったら悪いけど、7を釣らしてもらえたら、6と何8が釣りをしてるわけでしょ。まあある程度色が見えるんじゃないのかな。で、何一番さんに言ってることを、もしは一番さんが死んだったら、6が、3を叩いてるわけでしょ。で、3を叩いてる構図っていうのは、要は1にすり寄ってるようなもんなんだよね。1が出ていない、出ることが分かっている人狼だったとするなら、そういう視点は持ってもらいたいかなとは思ったかな。で、これ、狂人が出てきてないわけでしょ。で、騎士が出てきてないから、まあ、騎士さんは俺守り、まあ、確定だと思うんだけど、その盤面っていうので、7の色で、村の人は結構みんなの色をちゃんと精査してほしいっていうのは残しておこうかな。6と8が7を釣りをしてる。7が黒かどうか。うん、7が黒だった時っていうのは、6と8が白くなるよね。で、7が白だった時っていうのは6と8が黒くなるよね。その辺っていうのは分かっておいてほしいかな。2っていうのは人外だったとしても強靭じゃないかなと思っているため、黒落ちないと思ってるから、黒落としたいので7行こうと思ってる。で、黒じゃなければ、6、8が黒くなるよね。と思ってるかな。やっぱり若干俺さんの方が偽だと思っているけど、まあ正直わからん。どうせ直に俺も噛まれるからね。村の皆さんは、色の結果を見て、精査してください。はい。1番のプレイヤーが発言します。9番さんは、なんか6が1にすり寄ってる可能性もあるっていうけど、私にはそうは見えなかった。2周目を聞いても、そうは見えなかったかなって思ってる。で、3がの白先の5に関しても、なんか5の5を黒いとは思ってない。囲いはないのかなって思っちゃってるけど、どうなんやろ。ちょっと、本当に沼りますな。まあなんで私は6はひとまずちょっともう弾いちゃってるから、2っていうのは、まあ16か37、まあ安直だよね。2って8には触れてたんだっけ。で、8って7をなんか平等をそんなにばらまいてみたいに言ってるけど、別に7って平等はばらまいてなかったよね、2周目では。ちゃんと白置きすべきところは白置きしているし、なんだろうな、占い精査も、まあ、わかんないよ。私の芯が好きです。私を芯っぽいって言ってる可能性はあるけど、平等をばらまいてるっていう8の7への精査っていうのは、ちょっとやっぱ おかしいかなって思っちゃったかな。ただ8も初週で3を、なんか岸出しのどうのこうので、叩いてるからっていうのはあるけど、難しいな。2はちょっとあんま色落ちてないから、まあ2か8かなって思ってるけど、どっちに行こう。全プレイヤーの発言が終了。そんなん行かないの。いやー、これちょっと、7黒出ると思うけどな、俺。7が 2?7 強か、これ。8番のプレイヤーが発言します。私、村人なんで、私に入れてる4、3、5。いや、7。あ、4、3、5? あ、7、2に入れてる、見えるって言ってたな。そうだね、4、3、5、1ね。はい。この中に人狼さん必ず一人いますね。ちょっと3はどこ入れてる？はい。っていうところですね。ああ、3、8言ってるから8釣りないわ。どうせ白しか出ないですけど。まあ、もう絶対8釣りはない。7言っとかない。することだから、なんとも言われんけど。まあ、1も8言ってるやん。こっちの色見てもいいと思うよ。1も8言ってるやん。これ絶対8に入れたとこ怪しいよ。それだけです。
はい。では私に入れてる人の中に必ず1枚いるんで、これあっち入れたところに強靭いるな。きちんと精査してください。以上。7番のプレイヤーが発言します。そうですね、意見は変わんないですね。やっぱり8番は強靭だと思って8番でローが落ちるとは正直思ってないですね、はい。うん、それはなんでかっていうと、やっぱり3番と1番をロー起点ですると3、1が両方とも8に入れてるっていうことで、なかなか8番のローっていうのは限りなく薄いかなというふうには思っておりますかね。はい、うん、ただ可能性としてあるのが3番強で、ね、3番強だったら8番に入れるっていうのはあるかもしれないけどね、はい。正直俺は8番でローが落ちるとは思ってないけど、8番は結構共鳴が高いと俺は思ってんだけど、それを取り上げたのって俺ぐらいだっけ。うん、なんかですね、そこら辺が俺の勘違いなのかなとは思うけどね、はい。うん、とりあえず俺ははい、まあなんだろう、村人陣営です、はい、須村です、はい、すいません、騎士じゃないですか、はい。だからといって俺釣りはやめてください、はい。ちゃんと考察しますね、これ、はい、2日目以降ね、はい。とりあえず8位落としてください。以上です。全プレイヤーの発言が終了。ノーノーノー。ここで8行く人怪しいよ。占い師両方入れてるからね。4-3か。4-3怪しいな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、もう3にせやろ、やっぱ4強やろ。の遺言を発表してください。はい、まあこれはしょうがないかなっていうふうに思っておりますかね。3と1が8に入れてる時点で8のローメっていうのはかなり低いかなっていうふうに思っておりますから、うん、俺が釣られるっていうのはまあしょうがないかなっていうふうに思っております。やっぱ4強だったね、はい。うん、現状やっぱり僕は2が怪しいと思ってるし、3にローローだと思ってるのは間違いないです、はい。そうだね、うん、やっぱり2番の精査っていうのがそのライン交差でしかしてなかったかなっていうのが明るにもおかしいなっていうふうに思ってますかね、はい。で8は俺興味があることから8はどうじゃないというふうに思っておりますかね、はい。うん、まあそんなところで格段と1番がね白要素があるっていうわけじゃないんだけど、3番の把握漏れっていうのはひどいから、その3番なんだろう、3番はちょっと油断してたのかなっていうか、うん、ローのことで他のことを考えてたのかなっていうふうに思ってるから、うん、そんな感じで3-2ローローなんじゃないかなっていうふうに思ってます。捕まれるんじゃねえかな、はい。まあそんなところですかね、はい。多分一番新進行で言っていけば多分勝てると僕は思っておりますかね、はい。うん、まあそんな感じでお願いしますね。まあ一番さんだったら多分4の共鳴ってね、8に入れてるとこ黒を見つけられるように祈ってます。以上です。4目線占いに狼出てるの分かってるから8の狼ないのよね。うん、4が強靭の時って占いに狼出てるから、占い師が両方8いってるってことは8の狼がほぼない。8で黒出たら占いローで終わっちゃうから、ほぼだから4は強だね。だからもう三一生産は3だろうね。夜が明けました。あー、やっぱ七黒だ。誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが当たってた。三七人狼四強。あ、七黒落ちたんだ。あ、正直ね、7が2を釣り寄す構図が、あの盤面って8と7で結構投票集まってたから、2に投票入れるのがオンラインっぽくないなと思って8に入れましたね、はい。2が隠しろになったのは良かったんじゃないかなって思ってるんで、黒釣れてるんで俺占いローラでいいと思ってるけどな。そうなった場合って3、7の方が濃いかなっていうふうには思ってるけどね。うん、7がずっと1を新目に見るって、すり寄ってたんかなっていうふうには現状考えてます、はい。そんな感じですね。うん、占いロラでいいんじゃないかな。占いロラすら勝てんじゃないのって思ってます。5番のプレイヤーが発言します。はい、発言させていただきます。うん、正直私も4番さんの意見と同意見ですね。私が8番さんに入れた理由っていうところ、もう初週から8-2で怪しいかなと思ってたから8番さんに入れたっていうだけ。まあ、同票になってしまったんで、ここはレノに合わせた方がいいと思って、私は7番に入れた。そしたら黒が出た。まあ、ラッキーかなって正直思っています。って段階で、まあ、強靭が1、3で出ているのであれば、8番さんって私目線も思った通り、かなり怪しい発言をしていたというところで、
ご主人釣るかもしれない段階で8番さんに全員集まるかなって思った視点から1さんは進路で出ているんじゃないかなって思っていますので、うん、占いドーラーは4番さんが言った通り妥当かなって正直思っていますので、ドーラーしたら正直勝てんじゃねえかなって思いました。はい、それぐらいですかね。うん、まあ3-1ローラーして終わらなかった場合っていうところだけ考えればいいんじゃないですか。結局2人とも2番さんっていう位置を隠し色にしてくれたっていう面ではすごい助かってますので、はい、以上です。まあ黒が出るんで黒なんて出せないですよね、どうだったらっていう目線もあります。以上です。6番のプレイヤーが発言します。いや4番さんも5番さんも占いローラー いけるんやね。俺はやっぱ自分の考察当たってたかなと思う。自分が初日3番さんを盤面的に2周目反論できないから狼しかも騎士出したいとこで、3番殴ったら7番が6叩いてきたんで3-7のラインがすごく見えたんよね。2番さんも3-7のラインすごく追ってたんで2番さん白置きして、4番さんが8に入れてるのよ。だから占い師両方8に入れてるのに4番さんって8入れてることは多分俺4強だと思う。ただ4番さんがここで占いローラーっていうのはもうちょっと諦めた今日なのかなとは思うけど、まあちょっと3以降俺3で終わると思うけどね。いやただね1番さんがねなんで7いかなかったのかちょっと不思議なんよね。1番さんって2-8のランで行くって言ってたんだよな。そこだけちょっと引っかかるけど、まあちょっと1番さんが8行ってるのに3番さんも8行く視点がやっぱないから3から行こうかなと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。どっちから行こうかなっては思うけど、やっぱり3から行った方がいいかなって思いますね。私現状ね37ローローのね、私4強じゃなくて5強かなっていうのもちょっと追ってしまっているところがあるけれど、投票から言うと3-4が私に最終盤面でも入れてんだよね。なので3の陣外は硬いかなって思ってるので3はローかなって思ってます。で今日がちょっと4かっていうとか定かじゃないんで、私今日は3から行きますね。もし3で落ちなければ、1番3もう1回釣ればいいんじゃないっては思うけど、はい、以上です。今日3からいきます。9番のプレイヤーが発言します。そうだから3-4-5-1が、ね、入れてんだよね8番さんにね。でだからもう8って隠し子だろうっていうぐらいの気持ちになっていて、3で終わると思ってるんだけど終わらなかったら1で終わんじゃねえの思ってるかな、うん、おかしいじゃんあの盤面で。まあそうね、3-4-5-6、3-4-5-1が入れてんだよ。それで3がまた入れてんだよね8にね。3で1じゃないの、どういうことね、わからんけど、盤面だから8白置きして、まあ2もない隠し色なんだから、これってもう勝てんじゃない。まあロラってから、まあまあ次はね、あの岸さんは捨て声して俺が噛まれるからさ、3行きましょう。1番のプレイヤーが発言します。いやーごめんなさい、昨日沼ってて8に最初入れたけど3が8に入れてるから2回目は7に変えました。まあ、あの釣れないのが一番悪いと思ったんで7入れて7黒、よっしゃー3行きましょう。で私が5か6、8、まだ8はないと、ないから、おそらく。3が今日だ、今日でも7も8、7でも2って言ってたか。まあ、3強だったらまああるかもしらんけど、まあとりあえずどっか占いますわ。はい。そんな感じですかね。まあ3で終わるんじゃないですか？待ってます。いや1周目8入れてないからね、8占った方がいいと思うけどな。うん、まあ初日黒釣れたのはすげえいいと思ったけど、一つまあけん、うん、なんか勝ち確ムードみたいになってるけどさ、もうこれもう深読みしちゃうんだけど、もし3-1がもし新居だった場合ね、じゃあどこローになるんだろうと思って、68真っ白でいいんでしょ、この場合は。
だね。ろかじ真っ白でいいんでしょ。じゃあ4号、どっちが黒なんだろうって考えたときに。5だろうね。5は2発って言ってるからね。俺結構考察伸ばしてないし、めちゃくちゃだったと思ってるから、俺を釣り寄さなかった。あたりはめちゃくちゃ白いのかなと思っているが、だから5番さんなのかなと思ってるし、1、3が新居だった場合ね。だろうね。あ、6、8がライン、でも6番さんはもう真っ白角でいいのか。じゃあ5番さんに黒の比重を置いてって感じかな。こんな簡単でいいのかなって一つ思っているんだけど。とりあえず以上。3番のプレイヤーが発言します。はい。今日はもうなんか自分釣りの流れだよね。自分釣った後に1番さん必ず釣ってくださいね。で、1番さんで終わんなければ、486か。昨日ごめんね、9番さんの、なんか、もう見逃してたっていうか、例の時、出た時は分かってたんだけど、自分の発言の時にもう頭飛んでたわ。いやー、4がね、8に入れてるから4も怪しくなんだよな。そうだね。これ1強だったら5に黒打ちそうやな。騎士に刺さればいいけど、結局7番さんも黒っぽく見なかったから8番さん、なんかヘッド向けてきて、なんだ1とのラインがあるのかなと思ったけど、7で黒釣れてるってことは、1強の時はどうなんだろうね。うわ、自爆しないの、なんか。自分釣りで1番さん釣って、6、8、4の中で、ちょっと狼を探してもらいたいと思います。そうですね。ということで、まあ自分は太鼓の1番さん入れる。じゃあそれでお願いします。全プレイヤーの発言が終了しました。4って6、8ラウン言ってなかった。4、6、8ラインやってるから、やっぱ4怪しいけどね。もう終わらんかったら4だろ、5より。5はけど、2、8ラインか。終わると思うんだけどね、俺4が強めだから。終了しました。追放されるプレイヤーは。ああ、だよね、4強でしょ。村人陣営の勝利です。ね。簡単に終わっちゃったね。2番さん終わっちゃった。すいませんでした。めっちゃ強靭だったね。2番さんでしょ ?2 番さん。ああ、ね、2番強めっちゃ強靭だった。すごいですね、本当に。いや、あれね、殴ったらライン見れるのよ。2番さん強靭わかんなかった。ちょっと待って、僕村でも同じこと言ってますよ。岸出しで黒っておかしいなって思った。いやでも例えて色見せようとしてたのか。あの3、1がさ、2裏になってるからさ、俺2強靭あるって言ってんのになぁと思いながらさ。いや、4番さんさ、聞きたいの、わざと黒くなったあれ。いや、なんか普通に単純に、その岸出し進行で僕も引っかかったんで。いや、3も1も8いってるから、4絶対強だろうなと思った。あ、あ占い、強めで占いされるの避けた、もしかして。あ、まあそれもありますけど、8が強めっぽいなって思って、7が7、8ってほぼほぼ釣り位置上がったのに、7が2に行くのが狼っぽくないなって思って。ああ、なるほどね。そうなんですよ、自分も7が2に行くって狼あんのかなと思ったけど、結局同票にした場合っていうのはあんまり無駄にないから、やっぱり霊能が見たい色を見せてあげるのが一番いいかなと思って、最後は7に行きましたよ。黒だったね。やっぱ3が8入れてたら8に2回ないよね。7が白だったらこの村やばかったよ、逆に。そう、だから7が白だった場合ってかなりきついと思ったから、どうしようかなって迷ってたんですよ。いやー、8投票してくればよかったのか。すごいな。
マジですごい。2なんか白しか落ちないって俺言ってんのにさ、2占いってやめてくれよ、2強靭だって分かるじゃん、大体。はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。人造札のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。